皆さんこんにちは、三上雅史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今回は人気のポトス無限に増やそうということでお送りしていきたいと思います。いや、ポトス、まあ育てやすいですよね。育て方はね、別の動画でお伝えしてるんで、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、育てやすいがゆえにどんどん茂ってくれるわけですよ。で、間延びしてきたりもするんですよね。間延びっていうのはこの茎がどんどん伸びて、葉と葉の間がね、こう広くなっていく。そうすると、もっとね、茂らせて、詰めて育てたいなって時は、思い切って切っちゃってほしいんですよ。もう切って、で、そうすると新しく芽吹いて、そこから枝分かれしてですね、また生えていって茂ってくれるってことになるので、でもその切ったものを捨てないでください。そこで増やすことができます。まあ、いちいちその剪定しなくても、あ、増やしたいな時に、もう今日の方法をやれば、いかようにも、いくらでも増やすことができる。もう大げさじゃなく、ポトス一株買えば、もう買う必要がありません。それぐらい簡単にできますので、今日はその方法をお伝えしたいと思います。さあ、それでは増やし方なんですけども、もう本当に無限に増やすことができます。いろんな方法がありまして、まあ、大きく3つですねあるんですけども、株分けっていう方法、いっぱい茂ってきたら、まあ、土植え替えの時なんかに株をね、もう土のところでもう根っこをこう分けていただいて、で根っこがついている状態でそれぞれの鉢に植え付ければ、もちろんそこで増やすことできます。ただちょっと手間かかりますよね。で、あとこのさっき言った切る状態です。切ったこの茎を土に刺すですね。それでも増やすことができます。ね、でもその土とか鉢が必要になりますね。もっと手っ取り早く簡単に増やす方法があるんです。それが、なんと、コップのような容器と水を入れてください。はい。と、ハサミ。これだけで OK! これだけで増えます。まあ、よく言う発根剤とか根を生やすためのね、そういったものあるんですけども、それもね、ポトスならば必要ありません。もう水だけで増やせるんですよ。で、さっき言った、まあ、挿し木といって土にね、刺す方法も今日の切り方同じです。土に刺しても増えるし。で、今日一番おすすめの水挿しですね。水で増やす方法も、これ切れば、切り方をね、これやればできますので、その切る場所をね、お伝えしていきたいと思います。で、ポイントはですね、もう超簡単なんですよ。ですね、こちら普通にね、育てたポトスがあるとして、こちらですね、間違いなく増やす方法としては、ポトスってこうつるのをね、こうツタのように伸びていって、本来は木などにくっついて木を登るようにして生きていくんですね。でその時に気根っていう空中に、まあ、空気中に出す根っこっていうのを生やしていくんですよ。でその根っこで木などにしがみつくんですね、はい、でそれがここほらもう出てますね。こう伸びて成長してくるとどんどんねしがみつこうとして出てくるんですよ。でこれが結構節々に出てくるんですよ。この葉っぱが出てる節ですね、見えますかね。これ下行ってくとほらまた出てますよね。たくさん出てます。これです。この気根っていうのが土のところに土に根付けば、またそこからしっかり根として育つようになってるんですよ。育つ役割をするんですよ。つまりこの気根をもうこの水の中に入れてしまえば、そこでしっかり根が張ってきます。つまり増やすことができちゃうんです。一株になるんですよ。切っていきますね。もう、あ、切る位置はだから間違いないのはこの気根を残して、これを取るって感じですね。あと葉っぱも取りましょう。葉っぱと気根一つずつ入れれば OK です。ここで切っちゃいます。切りますね。ここですよ。いきますよ、スパッと。はい、気根ついてますね。ここが水使ってれば、ここから根っこがワシャワシャ生えてきます。だいたい1週間ぐらいで出てきますね。で葉っぱもしっかりつけておきましょう。これ光合成などね、生きるためですからね。で、こちらをこのコップの中に、これちょっと葉っぱね、ここいらないですね。うまくてもいいかな。まあでも、つけといてもいいです。はい、これ。これで完了。はいはい。これだけです。ここがしっかり水使ってればいいです。こうすると、だいたい1週間ぐらいでしっかり根が出てきて、まあ1ヶ月ぐらいそこでしっかり根をわしゃわしゃと育てて、根がね、増えていく様子も楽しいですからね。で、水はできれば毎日変えてほしいです。まあ、2日に1回ぐらいでもいいです。水は頻繁に変えるように、しっかり新鮮な水で、切り花の時と一緒ですね。新鮮な水、水オンリーでいいですからね、水だけで育てていってください。で、あとは日が当たる場所ですね。まあ、室内でいいので、室内の日の当たる窓辺ですね。まあ、明るい場所であれば OK です。全く日が入らない日陰で育てるよりも、やっぱりある程度ね、明るい場所の方がしっかりと根が生えて生きてくれますので、そこで育ててください。そうすれば、1ヶ月ぐらいでワシャワシャしてきて、そうなったらですね、いよいよ土に植え付けていただければ、間違いなくですね、
しっかりとした大きな株にまたポトスこんな風に増えていくことができます。簡単でしょ。これがそれこそさっき言ったうわーってね、どんどん伸びちゃって間延びしちゃってるような株があれば、それ切っていただいて、ここをね、気根の場所とかこの節々ですね、節々からだいたい根っこが出てくるんで、そこをこうやって水につけるようにしておけば全部増やすことができます。全部っていうのは今この先端部分だけ切りましたよね、じゃなくて例えばこんな風にこれ伸びてきてますね。実際もっとぐーっと伸びますけどね、伸びたものがあったとして、これ例えばもうこれいっぱい他にも茂ってるんで、ここはもういいなと切りますよ。サクッと切っちゃいます。はい。でちなみに切ったここもここの節がね残っていれば、ここからまた脇芽が出て増えるんですよ。だからこそギュッと引き締まった株にしたいときもこの剪定おすすめです。でこの切ったこれ見てください、ここで3つ増やせますよ。ここ、はい、ポツってなってるところ、これがね気根生えるところです。もう生えようとしてますね。でまたこの節、結局ね節々なんですよ。節ここにもプツってありますね。ここからも気根が生えようとしてます。ちっちゃいですけどね。でまたこれ、あもう生えてきてますね。ここ可愛らしい角みたいな、ここ、はい、これをそれぞれ残せばいいんですよ。ここを例えばここ一ついけますね。パツッと、そしてここもいけますね。はい、これでちょっと切っちゃいます。よっ、はい、3つ、なんとこれで3株作れます。結局はこの節の場所と葉っぱを残して水に挿せばそれで OK。 なんて簡単なんでしょうか。これほど簡単に増やせる植物はなかなかないってぐらい簡単ですよ。しっかりとね全体には日に当たるように、これちょっとコップがこんな感じで、もう少しね小さめのコップでもいいですね。まあ、どんなコップでも、あと空き瓶の瓶のね、ジャムとかの瓶で空いた瓶があればそれでも OK ですからね。はい、だから小さめのコップなんか、それで小さめの瓶とか使っていただいて、こんな風に増やしていただくことが可能なんです。でこれ楽しいですよ。ここからどんどん根が増えてきますからね。こんな風にすればいくらでも増やせちゃいます。ただあくまでも個人で楽しむ範囲内でお楽しみください。これを売ったりだとか お友達にあげるっていうのは絶対しないでくださいね。はい、あくまで自己自身で増やして楽しむ分には OK ですので、もう無限ポトス増やし放題。しかもこのね水耕栽培中も楽しいですよね。水耕栽培中は、まあ、ある程度ね明るい場所、日が当たるところであればどこでも置けますので、あと土でもないのでね、清潔に楽しめますから、まあ、ずっと水耕栽培で楽しむっていうこともできますからね。である程度育ってきたら水耕栽培でそのまま行くんであれば、液体肥料などもねやっていただければいいかなと思います。はい、であちなみにそうそう、この気根がね、じゃあ空中に出てくる根っこなのに本当に土の用の根っこ出てくるのってことなんですけど、これねもともとこれ今やってる、ほら実は気根ってこれ見てください、ここ気根がこれ生えてきてるんですが、これが伸びていって土につくと、もう土についた根っこになるんですよ。いわゆる水分や養分を吸収する根っことして作用、しっかり役割を果たすんですね。もう根付いてますこれ気根が。でそこからまた細かい根っこ出してるんですよ。まあ、それぐらい生命力強い。ポトスはだから木にくっついて上に這うためにしがみつくために気根出してるっていう役割と、まあ、気根自体からも水分とかも吸収し養分とかも吸収していますし、かつあわよくばその伸びた気根が土についたらそこでしっかり根に、土に根を張ってたくましく生きようっていう、それぐらいね実は気根って大事なんですよ。素晴らしい場所なんですよね。そこを生かして無限ポトス楽しんでみてはいかがでしょうか。ぜひ増やして楽しんでみてください。以上、三上真史の趣味は園芸チャンネルでした。チャンネル登録、そしてあこれやりたいなって思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。